ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。はい、始まりました。ラノ会ワイワイバイネットワーク永田、2月の最後の土曜日となっております。いつものようにね、この方に来ていただいてます。こんにちは。こんにちは。 NPO 法人ネットワーク永田、石倉泰三です。よろしく、はい、よろしくお願いします。今日はですね、たくさんの若者を連れてきてくださいました。賑やかですよ、はいはい、皆さん覚悟しておいてください。司会進行 FMYY のキムチアキです。ではですね、私の、一番遠い方からいきます。あら、はい、僕の方からで、はいはいはい、どうぞお名前とご担当の方。はい、はいはい、営業担当しております、日本晴れ男女検定認定晴れ男の、中平翔太と申します。よろしくお願いいたします。団体名が抜けておりますが、あ、バース神戸の中平と申します。はい、わ、はい、かりました。じゃあ3人さんはバース神戸の方ですね。はい、はい、バース神戸っていうのはわかりましたが、マイクは触らないように。はい、聞こえるのかな。聞こえるというよりはそこを触るとザラザラという音になります。はい、はい、お手手は膝の上。はい、ちょっとこれ入るかな、これ、はい、よろしくお願いします。では、あの、中平さんのお隣どうぞ。はい、バース神戸所属の山口和成と言います。はい、何のご担当ですか。アートと小説を書いております。あらあら、そうですか。はい、文化系ということですか。そうですね。はい、ではそのお隣、はい、どうぞ。YouTube の諸君、私はゴールデンマスクと名乗る秘密結社エドンデールの大幹部である。よろしく。何のことかわからない。すいません、アートを担当しております。あ、ゴールデンマスクさんでございます。アートとゴールデンマスクさん、はい、今回、参加するはずだった藤井隆弘の代理人でございます。あ、そうなんですか。はい、わかりました。で、その、あの、ゴールデンマスクっていうかお面、はい、あの、手作り感の満載の、はい、バレたか。はい、それはあの顔にひっついててスタジオ内では外せないということですか。そうなんです。はい、わかりました。代表の、代わりということでスーツにネクタイ、はい、ということですね。いや、これはいつもの清掃っていうか、あの、いつも の, あの通常の姿なんで。あ、いつもそんな格好してはるんですか。はい、あ、私は石倉さん、あの、はい、NPO 関係であまりスーツの人見たことないですか。いや、いいんじゃないですか。あ、そういうのもあり、なかなか、はい、あり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 ということですね。ま、正確にはあの NPO 関係ないんですけど、ね、そうですか。ちょっとあのマイク落としておきます。はい、ではですね、あの、それぞれの方々の、お名前の方が分かりましたところで、実はこれがバース神戸のホームページから撮ったお写真なんですが、こちらのご紹介はどなたがしてくださるんでしょうか。あ、私、中平がさせていただきます。はいはい、ではあの、これはあのホームページ公式ページの方ですよね。そうですね、 NPO バース神戸って書いてある。はい、はい、こちらもなんかすごい歌を歌ってらっしゃるところですが、ここはどういうところでしょうか。こちらは神戸市中央区で、B 型の、作業所になるんですけれども、はい、基本的に音楽とアートを売りにした、皆様の、輝ける場所ということで作られた、NPO 法人となっております。あ、なるほど。いつ設立ですか。設立からもう6年少々、もう7年に、はい、わかりました。石倉さん、あの、はい、永田って意外にそのアートを中心とした、障害者団体とか、B 型とかいろいろなところってありますよね。うん、増えましたね。あ、増えたんですか。うん、だからクララ立ち上げた時はそんなにね、うん、内容のこう、飛び出たいうのは飛び出たいうかなかったですね。だってパンが珍しいぐらいやったから。あ、そうか。そうなんですよ。普通はそしたら、うん、あの、こう袋を閉じたりとか、うん、あの、箱を売ったりとかね、まあ、編み物したりとか、そんなんが、まあ、茎作ったりとかね、主流でしたけど、はい、この音楽とアートを出すっていうのはなかなかね、なかったですから。なかったですか。で、最近はやっぱりちょこちょこ出てきましたね。片山幸福さんなんかね、うん、世界に飛び出したり。中田、あ、そうですね、片山幸福、うん、
ですよね。いろいろなところが出てきて、アートでっていうところですが、そこをあのバース神戸さんは、はい、バースっていうのはこれあの、ちょっと古くなりますが、阪神タイガースにバースっていうのがいたというバースではなく、はい、ではなくあのハッピーバースデーのバースの方 ですよ、ね、はい、古すぎる、ごめんなさいね、すいませんあの野球詳しくないので、あのなんかその辺超有名な長島とかをぐらいしか分かんない、申し訳ない、はい、ではなくてハッピーバースデーの生まれたことおめでとうみたいな感じ。そうですね、はい、なるほど、それの、神戸というお名前のところなんだそうです。はい、ではですね、続いてあのここにも少し、この公式ページにも少しだけなんかあの出てるんですけれども、イベントなんかもされるということの、お知らせをしていただけるそうなんですが、はい、この、ご担当はどなたですか。ゴールデンマスクでは、はい、あ、そうですか、はい、はい、どうぞ、はい、顔がちょっと隠れちゃってるんで、はい、横に出したらいいんじゃないですか、顔、はい、そうですね、映ってやる、はい、どうぞ、あ、お前、こっちや、こっち、はい、ではタイトル読めかな、タイトルと日時と、ではこの私ゴールデンマスクがお伝えします。2024スプリングバース神戸ハートコレクション、輝く創造のアート展、みんなが輝く、日時は今年の3月22金曜日と23土曜日、この2日で行われます。会場は NPO 法人バース神戸、住所はこちら、神戸市中央区南本町通り6323、あとはGoogle 調べるときは NPO 法人バース神戸調べてみてね。そしてお時間の方13時から17時となっております。そして入場料は無料となっております。以上、ぜひ遊びに来てください、はい、あのですね、住所を言っていただいたんですが、これはどう、まあ、交通機関ではどういうふうに行ったんですか。ああ、そうですね、交通機関はいくつかありますけども、そうですね、市営地下鉄、ですから、三宮駅、うん、市営地下三宮駅から、西側かな、そうですね、大通り、大通り西側へ向かい、向かい生田川方面に行けばあります。団地ですかね、大きい団地があるんですよ、団地に囲まれてる中にあるんですね、バースコベア。なんかあの、あ、私は結構三宮は分かるんですが、頭の中でちょっと迷子になりました、はい、すいません、はい、JR 三宮駅南へ出るじゃないですか、はい、はい、あ、南へ出る、はい、で南へ出てすぐのところを、東に行くんですか。あ、西です、西の方、西に行く、え、西なの、あ、東か、東でしょ、大阪方面、東でございます、ね、生田川ですから、東方面で、ラウンド1とかを右手に持ったまままっすぐ進んでいってもらったら、あの吹合警察が出てくるんですよ。吹合警察の、反対側のにちょっと大きい団地があるんですけれど、その中一本入ったところにございます、はい、分かりました、迷った時のための電話番号も教えください。はい、ではでは、これ書いてる、左下に書いてます、書いてるよ。では、迷子の方はこちらへ、078-251-8500、こちらへお呼びくださいまし。はい、復唱します、はい、NPO 法人バース神戸、お電話は078-251-8500、 078-251-8500。まあ、あの吹合警察を目指して行かれて、そこで電話をするのが一番確実かもしれません。そうですね、はい、ああ、そうですね、はい、はい、そしてこれ1階にあるんですか。1階でございます。なるほど、なるほど、日にちの方が3月22日金曜日と3月23日土曜日、お昼の1時から夕方の6時までとなっています。あ、17時ですね。5時ですね、失礼しました、はい、5時までになっています。ここであのなんか T シャツがいっぱい写真で出てますけれど、 T シャツが買えるということですか。そうですね、売りとしましては、3つありまして、はい、まずワークショップ、世界に一つだけのオリジナル T シャツを作ろうということで、自分で、こちらの T シャツも、
山口和成さんの作品でございます。それなかなか洒落てますね。 ありがとうございます、はいはいはい、もうちょっと経ってカメラの方に経って、はいはい、こんな感じで、はい、なかなか洒落てますね。砂付近とかあんなが出てくる雰囲気の不思議感が、はい、そうですね、見る角度によってちょっと違う絵に見えたりとか、オイランですね、オイラン、オイラン、オイラン、はい、なるほど、ワン犬ちゃんの横顔、はい、そうか、はい、そうなんです、はい、うん、素敵ありがとうございます、はい、これを自分で描くんですか。そうですね、皆さんで描いていただいた絵をそのままプリントもできますし、うん、我々の方にあるデザイン、うん、いろんなその皆さんに描いてもらった、うちのメンバーさんに描いてもらった絵を、プリントアウトすることもできます。なるほど、いやなかなかのお楽しみですけれども1枚からプリント OK ですっていうことで、おいくら万円なんですか。はい、あのゴールデンマスク T シャツは1枚2000円となっております。安い、はい、ありがとうございます。2000円カラーになってるけど、2000円でございます。こちらのチラシで2000円カラーになってる。大丈夫です、はい、ほんまやカラーになってる。なんで言いますよ、皆様ちょっと余裕がある方はいくら払っていただいても全然我々としては大丈夫ですよという、そういう意味も込めてっていうことですね、はい、いや2000円だったら安いな、はい、今ではお試しクーポンもチラシの方についておりますので、ああそうですね、この下のこの下そうです、300円、はいはい、T シャツ、サコッシュ、ミニバッグ、はい、石倉さんのためにサコッシュって何かを教えてあげてください。かしこまりました。サコッシュは、もう本当に小さいカバンをイメージしていただければ、ゴールデンマスクさんそちらの絵を知ってたごめんゴールデンマスクさんの絵を見せていただいても全然大丈夫でございますので、最近覚えて出てるやん、出てるやん、出てるやん、こちらでございます、石倉さんに、はい、石倉さん知っとったわって知っとったわって言ってあります、はい、では画面の前のみんなどうぞ、はい、ミニバッグもっていうことなんですね。そうですね、ミニバッグはトートバッグですね、もう本当に肩からかけれるようなちょっと大きめの、T シャツだけじゃなくてミニバッグ1枚1500円、サコッシュ1枚1500円っていうふうに書いてありますけれども、これもやってるって。そうですね、こちらもさせてもらっております。なるほど、じゃあ T シャツ、ミニバッグ、サコッシュ、お揃いのデザインで作ることもできる、可能です。なるほど、そして一つに対して300円がオフ、一つだけですよね、一つだけそうですね、はい、全部に300円はオフじゃなくて、そうですね、どれか一個ですねこれは、はい、はい、その点重要ですから、はい、みんなここ見とくんだよ、はいはい、それでですね、このデザインが一つ、お客様デザイン持ち込み OK って書いてあるんですけれど、はい、そんなはこう持って行ってもいいんですか。そうですね、持ってきていただければこちらの方でデータ化させてもらって、ね、プリントをできるような形で、うーん、なるほど、これなかなか楽しそうですね、うん、楽しそうですよね、でも楽しいと思います。プリントの仕方も一緒にちょっと やりたいとかいう方もやっぱりいらっしゃったりするので、うんうんうん、一緒にやりたいわっていう方はぜひとも、これ子供さん行かれても楽しめるんじゃない。サイズをだから今聞こうかなと思ったんですけど、 T シャツサイズはサイズはやっぱり S から L だけなので、一般の男性だったら M、 女性だったら S かなというぐらいなんですけど、そんな大きな T シャツなんですか。そうですね、子供用は S じゃないか、子供用は多分 S でちょっとこうダボっとした感じになってしまうと思うんですけど、小学生のね、そうですね、ちょっと中学年以上の子だったら S でもダボっとする感じ、うん、そうですね、女性が S っていうんだったら、女性が S なので、はい、わりかし大きい、今中井さん着てらっしゃるのはそれは何サイズ。これが L サイズで、もうダボダボできるようで僕は着ております。かなり細いですもんねいや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 、わかりました。これはぜひ、ではもう一度ですね、ゴールデンマスクさん、はい、このイベントの名前とそれから日にちと時間と場所、はい、などなどご紹介ください。いやいや、まだまだゴールデンマスクからお伝えします。2024スプリングバース神戸ハートコレクション輝く創造のアート展、みんな輝く、日時3月22金曜日、23土曜日、お時間の方13時から17時、会場 NPO 法人バース神戸、住所は、
神戸市中央区南本町通り6323、道に迷った方はこちらへお伺いください。078-251-8500へお電話かけてください。はい、そして入場料は無料となっております。はい、わかりました、ありがとうございます。シャツ2000円、ミニバッグ1500円、サコッシュ1500円というふうになっておりますけれど、世界にただ一つのものができるということですよね。はい、そうでございます。石倉さん、はい、こちらとはどういうつながりなんですか、バース神戸さん。もう 6年ぐらい前かな、うん、この T シャツもそう。いや、これはなんです。太蔵さん、はい、あのこれはね、まあ、個人的にある青年が、うん、はい、あのプレゼントしてくれたんです。いや、こんなん着る勇気ないわ。可愛いじゃないですか。可愛いですよ。で、まあ、ね、20代の堀川君っていうんだけど、その子が会社立ち上げて、会社、うん、それを会社にしてるわけね。でこういうのをプリントしたりとか、それで太蔵さん作りましたということでいただいたんですよ。で今日、テイクはない番組あるからって言って、はい、皆様ちょっと見えにくいんですけど、ここに太蔵さんの写真がで太蔵さんって書いてあるんです、はい、こんなんよう着るわ。自己紹介。恥ずかしいわ。いや、僕恥ずかしくない。あ、恥ずかしくない、はい、そういう人もいっぱいありますけれども、はい、これスタブの中平さんにお聞きするんですけれども、はい、このNP 法人バース神戸ではこういうイベントをよくやってらっしゃるんですか。そうですね、一応時期とかはちょっと不安定だったりはするんですけれども、年に2回音楽ライブがあるのと、さっきのなんかこの熱唱してらっしゃる雰囲気の、そうですね、こんな感じですか、ね、こちらは神戸太陽と虎さんで年に1回150人200人弱ぐらいの規模でさせてもらっています。これもなんか紹介に、ね、そうそうそう、来ていただいて一番第一回目の ね、ライブハウスで、太陽と虎、太陽と虎、はい、すごい名前ですね。太陽と有名なライブハウスが、あ、ライブハウスの名前、はい、失礼しました。三宮ですね。三宮の、はい、はい、ライブ自体は、魂の宴というイベントでございます、うん、なんとなく思い出しました。思い出しました。すごいなと思いながら聞いてましたけれど、そういう、ライブ、まあ、音楽ライブが、そうですね、年2回ぐらい、はいはい、今はもう本当に今時なので YouTube で、ライブ配信であったりだとか、コロナでしたしね。そうですね、そうやね、それやったもんな。でも今はおかげでコロナもちょっと落ち着いてきたので、ライブハウスで、YouTube の配信も同時にさせてもらって、なるほど、はい、とアート展がやっぱり年に2回ぐらい、いいでしょ、ライブハウスでこうライトがバーンってね、うわやりやがる。小さいところでやる方がいいですよね。いや、大きい、大きい、大きいです。あ、そんなに大きいんですか。本当に100人200人ぐらい入る箱なので、ライブハウス、ごめん、バーみたいな。あ、そうです、そうです、バー併設の。いや、小さいと言ったのはですね、メジャーな人が何千人とか入る人は、それほど大きくはない。わかります、わかります。だから小さいライブハウスでやる方がこう体感できるよなっていう。あ、確かにそうですね。あ、なるほど、ね、はい、こんだけもうほんと一寸帽子ぐらいしか見えないじゃないですか。あ、確かに、ね、あ、まあ、そうですね。おっしゃる通りです。わ、はい、かります、気持ちは、はい、でそれが神戸に昔はもっといっぱいあったんですよ、ね、あったのにね、ちょっとね、そうなんだ、いやいや、神戸ジャズがやっぱり、そうですね、そうですね、そういうのですね。でもそういう音楽だけじゃなくて、このデザイナーさんというか、いろんなこのデザイン、先ほどね、オイランとおっしゃいましたけれども、はい、こういうことをされる方々も一緒にいてはるってこと。そうですね、大きく分けて、やはり音楽アート、まあ本当に通常通り経営作業みたいなものがあるんですけど、企業さんのロゴのデザインであったり、なるほど業務として受けることもございますし、あとは本当に小説、絵本、コミック、彼はインターネットとかでちょっと配信もされたりしますし、小説を、小説の宣伝ですね、まだね、あ、なるほど、
このアート展の時にあの不幸で幸せな子供たちっていう小説を出すのでまだそれは宣伝なんですけど、アート系ではあの TikTok とかインスタとかやって宣伝してますね。今の時代やね時代は変わった。そうなんです。だけどね、やっぱりこう実際に出会ってとか、うんうん、実際に物作ってとかっていうのを、うんうん、他の人と一緒にやるっていうのがね、やっぱりこのワークショップの醍醐味なんじゃないでしょうか。うんうん、あなたこんなん作ってんの、ね、とかって、ね、あのしていただくためにもね。うんうんうん、そうですね。いいよな、うん。輝く創造アート展っていうこの あのロゴは。このロゴも書きました。ちょっとドヤ顔してた。なんかこのオイランさんと随分イメージが違うんですけど、字は。あ、なんかこの細かい模様の部分はそのオイランのイメージでやって、もうここはやっぱりちゃんと読めるように伝わるようにしました。すいません。ね、本当にワンちゃんだとは分からない。いえいえ、はいはい、あ、ちょっと聞いていい、あのなんでオイランが出てきたの。オイラン、え、なんか絢爛、絢爛、犬みたい。あ、そうです、絢爛の剣が犬という。あ、剣が犬か。そうなんです。だから犬。なるほど。はい、そう。本当にあのさっきちょっと言いそびれたんですけど、今回 あの輝く創造のアート展の方はですね、うん、売りとしましてもうあと2つあるんですけど、はい、1つ、みんなで育てるアートの木という、来ていただいた方にちょっとこう絵を描いてもらってゲストボードみたいな形で育てていきましょうというのが1つと、うん、その下の行に、うちの藤近隆弘、ゴールデンマスクが描いたあなたの願いを叶える昇竜玉、昇竜ガチャというのがございます。こちら、バース神戸で、叶えることができるものであれば、何でも叶えましょうというガチャガチャが当日置いてはございますので。あ、ガチャガチャした、来た。あ、当たりました、ありがとうございます。当たりました、うん、あ、当たりというシールシールやったかな、はい、あ、シール、あー、ま、作品のシール、ま、いつもは作品のシールなんですけど、今回に関してはそれの中に、こういう昇竜魂という、お願いが叶う玉が入っております。こちらあの引いていただいた方には、バース神戸でできる例えばライブであったり、絵画展、自分のを出したい、また T シャツをこういったものをデザインを作ってほしい、あ、出してくれましたね。例えばバース神戸の YouTube チャンネルに出演できます、1日貸し切りで、ライブとか個展ができます、であなたのアートを商品化もできます、もう何でも言っていただければ可能な限りはあの叶えさせていただこうと思っておりますので。ドラゴンが書いてあるんですね。はいはい、あの辰年やから、辰年でからです。辰年で、あとあとバースであの絵を描いてるし音楽もやってるで、このうねった感じがあのあの B なんですよ、アルファベットの B、バースコが B なんですね。あ、なるほどなるほど。はい、誰が考えたんデザイン。これはあの私の同居人の同居人、はい、藤田博が考えました。あ、はい、同居人がいてはる、はい、あのその仮面を取ったら同居人が出てくるわけです。さようでございますね。ネタバレ、ネタバレ。でもいいですね、昇竜、竜が昇るっていうのはね、縁起が良さそうです。メンバーさんも言ってました。あ、そうですか、はい、同居人じゃなくて、あ、はい、そうです、はい、同居人はあの頭があの悪いんで、あのそこまであの思いつかないね。はい、はい、ちょっとぐちゃぐちゃになりそうなので、もう一遍あのまとめます。はい、はい、ではですね、中平さん、はい、もう最後になりますのでですね、はい、あのこの NPO 法人バース神戸、はい、まずは場所、はい、はい、それを一番近くの、はい、駅からご紹介ください。はい、三宮駅から、徒歩15分ぐらい歩いたところにございます、中央区南本町通り 6-3-23 NPO 法人バース神戸で、絵画展しております。はい、はい、そしてですね、こちらに参加するのはあのまあ、一応2000円は持っていってほしいですね。そうですね、はい、2000円持ってきていただければこちらの
よいしょ。世界に一つだけのオリジナル T シャツが作れますので、はい、はい、持ってきていただければと思っております。でこの、 あの願いが叶うという、昇竜ガチャですけれども、はい、こちらは無料なんですか？チラシを持ってきていただければなんとこんなところに無料券がついておりますので、いろんなところに、見えるかしら。なるほど、はい、このチラシにはお試しクーポンの、やつがついてたりガチャのがついてたり、はい、いろいろなんです、ね、いろいろございます。わかりました。はい、はい、そしてですね、チラシの裏にあの活動メンバー募集中っていうのもありますが、これはどうしたらいいんでしょうか？そうですね、バース神戸では今、メンバー募集しておりまして、もう、はい、嬉しい悲鳴ですごく、来てくださる方多いんですけれども、はいはい、まだまだやっぱりいろんなアートであったり、うんうんうん、音楽活動に興味がある方、うん、本当にこう家から出るのが少ししんどかったりする方とかも、うん、居場所として我々も皆様が輝ける場所を提供できればと思っておりますので、はい、はい、いい方いらっしゃればぜひとも、うん、はい、一度遊びに来ていただければ、はい、よっしゃよっしゃよっしゃ、バラバラめっちゃバラバラ。もう一度ネットワークだかった Never forget The Great Hanshin Earthquake January 17th, 1995 FM この、 QR コードの方はまたこの番組の、概要の方につけておきますので、ありがとうございます。こちらを検索してください。では最後に一つずつ、一言ずつお願いしようと思いますが、ゴールデンマスクだっけ？ゴールデンマスク大丈夫です、はいはい、からどうぞ。え、あ、一言。はい、一言です。そうだな。で終わり？そうだな。私はこの NPO 法人バースクを通じて全世界諸君、君たちの、世界を乗っ取りに来たのだ。よろしく。ゴールデンマスクでした。はい、スルーしてください、はい、次どうぞ。はい、皆さんの個性豊かなアートが待っています。ぜひ来てください。はい、藤地下さんの、本当に私ちょっとこれいいな思いました。私アート好きなんです。でかなりレベル高い。ありがとうございます。山口さん、藤地高弘さんじゃないですか？山口さん、失礼いたしました。いえいえ、山口さん。失礼いたしました、山口さん。はい、では最後に、はい、もう一言。はい、ご覧の通り明るいメンバーが待っておりますので、ぜひともお気軽に遊びに来ていただければと思います。また、何かあればお連絡くださいませ。はい、ありがとうございます。では最後に太蔵さん、はい、3人に向かって、そして皆様に向かってお願いいたします。はい、音楽とアートで自分を表現できるっていうのはすごい今までなかった、うん、ね、30年前としてはあんまり考えられなかったんだけど、最近そうやってこう出てきたっていう、そういうのが、まあ、びっくりする部分と、あと、まあ、このイベントね、すごい楽しい、面白そうなので、ぜひ継続を続いていくような内容にしていただければというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん、こちらの方々に会うためにもおいでくださいませ。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ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 草木に触れ合って、命は一つもないよ、あなたが必要だよ。
喂喂，这是你的知心朋友。頑張ろう神戸。FM ワイワイ。